格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回も寝起きですのでパジャマで失礼します。堀口恭司断言、青木真也はサトシソウタに絶対勝てない裏事情についてです。先日ONE10において日本の格闘ファンが期待していた音楽室のヒーロー滝廉太郎にの青木真也 VS ヌルヌル反則王秋山義則選手の一戦が行われました。結果は大方の予想に反して大アップセットの秋山選手の圧巻の2ラウンド TKO 勝ちでした。この対戦の前に日本の最高傑作堀口恭司選手は前々から話題になっていた青木真也とサトシソウザはどっちが強いのかに対して言及していました。それは堀口恭司への100の質問の中の一幕でした。堀口選手の答えはサトシソウザが勝つと思うとのことでした。ただ詳しい詳細については話していませんでしたので、僕の方で勝手になぜサトシソウザが勝利するのか解説していきます。青木真也選手の最近の勝ちパターンというと、トップからの腕十字、そしてバックチョーク、肩固めなど早い試合の段階で1本を決めるのが勝ちパターンです。負けパターンは逆に早い段階でトップキープ、バックキープから1本狙うのですが、それをしのがれて一気に減速し逆転 KO 負けするパターンです。ここで一つ疑問に思う点があると思います。なぜ青木真也選手は世界でもトップランクの寝技師にもかかわらず、サトシソウザ選手やクレベル小池選手のように下からの三角や腕十字を狙わないでしょうか。かたくなにトップキークやバックキークの圧倒的グラップラーが有利なポジションでしか戦いません。それには大きな理由があるのです。我らの音楽室のヒーロー青木滝廉太郎はトップレベルの打たれ弱さがあるのです。グラス上と言ってもいいでしょう。なんと青木選手は47勝10敗なのですが、この10敗のうち8もの KO 負けがあります。言ってみればほとんどの試合 KO で負けているのです。それぐらい打たれ弱い選手と言えるでしょう。ですので万が一下のポジションになって三角や腕十字を狙うとしても、一発のパウンドが当たってしまえばコロッと負けてしまうのです。そのため青木滝廉太郎選手は堅くなに下にならず、トップキープもしくはバックキープから圧倒的有利なポジションから一本狙いに行きます。ただトップ選手と戦う場合、柔術と違って持つところがないので、青木真也選手といえども技術だけでトップキープから一本勝ちを狙うことはできません。技術プラスパワーで強引に決めていく場面も出てくるのです。そしてパワーで強引に決め一本勝ちできればそのまま問題ないのですが、そこをしのがれてしまうとフルパワーで決めに行っているので、しのがれた後は急速にパワーが落ち、スタミナも落ちてしまいます。そして今まで取れていた片足タックルなどが取れなくなり切られ、それでも強引に行こうとしたところをカウンターでパーツパンチをもらってしまうとグラス状なので、そこで一気にダメージが減り、そのままやられるがままに KO 負けしてしまうのです。まとめると青木滝廉太郎選手はサトシソウザに勝とうとするとトップキープもしくはバックキープから一本勝ちするしか手はないのです。しかしサトシソウザ選手は下からの寝技、トップからの寝技でも問題ありません。しかも金原正則選手が言ってましたが、サトシソウザ選手は八千戦を見てもらえば分かる通り、実はテイクダウンの能力も高いのです。柔術でもチャウビレベルまでは自分からテイクダウンするぐらいテイクダウン能力が高かったのそうです。ですので青木選手が逆にサトシソウザ選手をテイクダウンするのも簡単ではないでしょう。またこのようなグラップラー対決の場合、よくあるのが実際戦ってみるとグラップリングの勝負にはいかず打撃戦になってしまいます。というのもグラップリングの勝負でテイクダウンやスイープなどをするのにはすごいスタミナを使うのです。ですので結局は打撃勝負になってしまいます。青木真也選手は打撃といってもサウスポーからのムエタイスタイルで左ミドルを蹴り、片足タックのフェイントからのオーバーハンドという組みつつための打撃です。ただサトシソウザ選手は組みつかれても問題ないので、組みつかれるだけの打撃には簡単に対応できてしまいます。ここでも打撃のスキル差が出てしまうのです。まとめますと青木真也選手はサトシソウザ選手と戦うにはトップキープ、バックキープからの一本勝ちしかありません。しかしサトシソウザ選手は打撃でもやり合いますし、トップキープもしくは下からの寝技でも戦います。そしてサトシソウザ選手からしてみれば、1ラウンドさえ一本を決められずに防御しておけば、2ラウンド以降は急激にパワー、スタミナがなくなったグラス状なファイターがいるだけです。2ラウンド以降パワーのなくなった青木廉太郎というのは、ただただ耳の聞こえなくなった音楽家と一緒でトップ戦線で戦うことはできないでしょう。堀口恭司選手が言ったように、青木真也選手がサトシソウザに負けるのは運命かもしれません。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければツイッターの方もフォローお願いいたします。それではさよなら。